サファイア・アームストロング・シドレーとは20世紀前半に創業されていたイギリスの工業企業グループ。1919年に創業され、高級自動車と航空用エンジンの製造で最も有名である。アームストロング・シドレーの歴史は1902年に JD ・シドレーによって創業が始められたシドレーオートカーズまで遡る。第一次世界大戦ではトラック、 指揮者や救急車を生産し、1915年に航空機とその航空エンジンの製造を同時に開始した。1919年にアームストロングホイットワースに買収され、子会社化された。その時に社名はアームストロングシドレイモーターカーズに変更された。1927年には重工業事業をビッカースと合併させ、 ビッカース・アームストロングが設立された。この時、JD シドレーは、アームストロングシドレーと、アームストロングホイットワースエアクラフトを手元に置き、アームストロングシドレーは高級自動車と、航空用エンジンの開発と生産を行った。イギリス国内の航空関係メーカーの統合化の流れで、アームストロングシドレーは、 ブリストルエアロエンジンズと合併して、ブリストルシドレーとなった。しかし1966年には、ロールスロイスホールディングスに吸収され、アームストロングシドレーの社名は消滅した。12HP16HP ハリケーン、ドロップヘッドクーペイチランアブロ618、テンサザンクラウドに搭載された、アームストロングシドレーリンクス7機統制型。 エンジンサファイアターボジェットエンジン1920年代から30年代にかけてアームストロングシドレーは低出力から中出力の航空用母子型エンジンを製造した。それらの名称はすべて猫科の動物に由来した。同様に長軽量飛行機用の小型の2気筒の雪氷を意味するオンスも製造した。1939年からは ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントのアラン・アーノールド・グリフィスによって先駆的な設計のガスタービンエンジンの開発作業を始めた。ASX として知られるアームストロング・シドレー・エクスペリメンタルは原型は純粋なターボジェットで後にプロペラを追加されてアスプになった。この時以降アームストロング・シドレーのタービンエンジンはヘビに由来する名称になった。 アームストロングシドレーマンバとアームストロングシドレーダブルマンバはターボプロップエンジンで後に複雑な配管で並列にマンバを共通のギアボックスを介して駆動してフェアリーガネットに搭載されたアームストロングシドレーパイソンターボプロップはウェストランド・ワイバーン攻撃機の動力であるさらにマンバから変速機を取り外して開発されたのがアームストロングシドレーアダーターボジェットである 同様に、ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントのエンジンの先駆者は、メトロビック F2 の設計で知られる、メトロポリタンイコールビッカースだった。このエンジンは量産されず、メトロビックはより大型の設計であるベリルやさらに、大型のアームストロングシドレーサファイアに転向した。アームストロングシドレーは後に、サファイアの設計を引き継ぎ最も成功した第二。 世代のジェットエンジンの一つに育て、より有名なロールスロイスウェーボンと競合した。会社は、もともとは、ガフジンリビック標的企業として開発された、アームストロングシドレーバイパーを開発するようになった。この計画は、ブリストルシドレーによって、さらに開発され、さらに後に、ロールスロイスによって、長年にわたり、多数が販売された。スナーラーとート、 ステンターを含むロケットエンジンも同様に開発された。ロケットの開発はブリストルで完成して、ブリストルシドレーはイギリスにおけるミサイルのエンジンの主導的な生産業者になった。1966年にブリストルシドレーもロールスロイスの参加に入ることになる。ラインナップ、ありがとうございます。